どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、名古屋市東区にありますうなぎの専門店であります、この清月さんです。名古屋市の中でも屈指の人気店でございますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さて、今回紹介しますこの清月さんというのは、名古屋の超人気店であります、あのうな富士さんで修行された店主が開業されたお店なんです。こちらが清月さんのメニュー表です。ご覧の通り、価格帯というのは他店に比べるとやや良心的といったところだと思います。こちらのメニューの中から今回はこの肝入りのうな丼を注文しました。一体どんなうな丼が出てくるのか非常に楽しみです。注文した肝入りのうな丼が運ばれてきました。蓋を開けてみますといかがでしょうか。あの人気店でありますうな富士さんのビジュアルととても似ている、この肝入りのうな丼、非常に光り輝いて見えますよね。早速一口いただいていきます。うなぎも非常に肉厚で、見てくださいこの厚さ。一口いただきますと身がふっくらとしていて、タレがとても甘辛で非常に美味しいうなぎです。うなぎを食べた後はもちろんこのタレがかかったご飯を口の中に入れていきましょう。すると思わずエビがこぼれてしまうほど非常に美味しいです。そして今回はこのうなぎの肝を一緒に注文しましたので、一口いただいていきますと、この肝の濃厚さ、噛むたんびにこの旨味がじゅわっと口の中に広がる感じがもうたまりませんし、とても癖になる味わいです。清月さんのうなぎは外はカリッとしていて、そして香ばしく、肉厚の身はふっくらと柔らかくてジューシーなのが特徴です。まさにあのうな富士さんとほぼ同じようなうなぎを味わうことができるのです。程よく乗った油に甘めの美味しいタレ、そして身全体にまとった炭の香りが一体となって、非常に美味しいうな丼に仕上がっています。まさに味、そして食感、風味のバランスが取れたうな丼と言えるでしょう。うなぎの質も焼き加減も素晴らしいと思います。冗談抜きで本家のうな富士さんよりも美味しいのではないかというふうに思ってしまうほど、非常に丁寧に焼かれているこのうなぎをぜひ味わっていただきたいものです。ぜひこの清月さんに足を運んでいただいて、このうな丼を食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!